西部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期辞典二214部首では210番目に置かれる。一指示は、説問会時によると、俗や麦から穂が出て、上の高さが平らに整っている様を意味する。字音は、正彩その字型は立ち並ぶ三本の稲穂の形にかたどる。引き伸ばして、一般的に等しく整っている様を意味する。 また同志として整えること、並べること、同じくすることを意味した。また福祉として一斉に、等しくという意味を表す。また、国名、王朝名、地名として使われる。春秋戦国時代、現在の山東省一帯を支配した国の名であり、現在でもこの地方を祭と呼ぶ。また、祭寺は多恩寺であり、四世の異なる、聖祭で登るあえ物を、精祭で調味。 調材を、死で衣服の裾を、才で、才に通じて、物意味を意味した。変貌としてはもっぱら勝負として使われており、生才死といった音を表している。生部は蒸気のような勝負を、構成要素に持つ漢字のうち、等し、生のように他の変貌を中に下に囲み込むものを、収めている。他の位置にあるものは衣服に従って、他の部に収められている。日本の新字体では、 人指字を、再と簡略化する。一方、中国の関体字ではこれを、とする。また、人しは、とする。人しありがとうございます。